ビヨーンってなったか。ポッチが折れちゃった時点で使えないから、このぐらいの太さのスプリングね、詰め込んじゃおう、こうやってね、この辺でカットしてさ、そうするとほらね、どうせこれトリカ戻すだけのスプリングで他の役目ないから、うん、こんなんで多分十分だな。で、この辺何にも他に干渉するとこがないからね、うん。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はね、これじゃじゃん、千代田の、うん、千代田製作所のね、ウィンチェスターウィルディ31スーパーマグナででんをやっていこうと思います。昭和も昭和の、まあ、昭和の名手っていうかね、うん、このエアソフトガンは当チャンネルのリスナー様ね、ハイズー様から提供されたお品物です。ありがとうございます。ありがたく使わせていただきます。千代田とか今残ってればな。これはね、エアコッキングの方なんですよ。押し込みコッキングのカート式とかね、ガスとかね、そういうのもあったみたいなんですけど、うん、でかいハンドル、多分ね、これで44オートマグと同じぐらいの大きさなんじゃないかな。デザートイーグルよりでかいだよな、確かな。じゃあ開けていきますかね。この外箱ですよ。発泡箱か、昭和のラジコンとかね、でっかい箱に入ってるんだけど、こう薄い蓋がついててね、うん、って感じです。で、取扱説明書ね、スーパーマグナム31モデルは18歳以上対象に開発されたスポーツ銃です。これは対象年齢18歳以上用のエアソフトガンということだね。で、取扱説明書ね、ご愛用者係りきで、ペーパーターゲットと、これ熱いね、かなり熱いですよ。で、これうん、まあ注意事項、付属品がプラスチックバレット、まあ BB 弾だね。これはもともとついてたやつなのかな、なんかマットな質感で、本体じゃん、こんな感じです。うん、重い、重いし、なんか綺麗だ。エングレーブが入ってますね。うん、すごい金属感。まあ、金属なのはこういう、まあ、トリガーとかな。ここか、これが金属だからかなり金属感を実感できるのか。この辺とかプラのはずなんだけど、まあ結構冷たいですね。で、ここがマガジンなんだよね。うん。こう開けてさ、もう、こうね、スライドさせて、ここからジャラララララと31発入れると、ね、そういう仕組みなんだよね。どうやってもこうモナカ構造なのはまあ仕方がないとしてもね。でハンマーがないっていうねいつだったっけこれ、開封させてもらった動画でちょろっとお伝えしたけど、まあハンマーがないと。そうだな、ね、はね、結構綺麗な状態なんだけど、なんかちょっとくすみがあるって言って、そのハイズーさん言ってたんだけど、こんなん全然あれ多分気にならないと思いますよ。うん、あ、そっか、ここがセーフティーね。下に下げるとトリガー引けない、だからトリガーの力でちょっと上がっちゃうけどね。なんかね、ちょっとね、トリガーリターンスプリングが外れてるような音がしますね、これね。うん、外れやすいのかな、もしくはなんか視野が折れやすいのか、なんかそういうなんか情報もあったんだよね。うん、これね、まず分解しなきゃいけないね、そうすると。うん、ここはスライドなんだよね。あ、こ、あ、ほら、スライドが完全に戻らないし、うん、お、なんかこれ良くないな、良くない感じがしてる。うん、まず初めに分解していかなきゃいけないね、これきっとね。うん、じゃあ分解していこっかね。このままじゃラチが開かないもんね。じゃあ分解していこう。ワルサー方式ので、これがリザーブタンクって書いてあったけど、うん、まあ要はビビ弾入れだね。うん、よし、じゃあまずね、分解していこう。うん、おお、
なるほど、もうすっぽ抜けるんだね。バレルが長いで意外と重い、ウェイトが入ってるのかなこれね。で、あ、なるほど、ここまでのね、ここまでのタイプがあって、うん、そうだよね、そのバレルがもうついてるってこと、すごいね、面白い。うん、でこれもしかしたら突っ込んであるだけだな、バレル。これはうん、そうだね、初めにただの筒ですね、これは初めに分解した方、分解してよかったかもしれないね。なるほど、なんかこれ回るんだけど、あ、取れた。普通グリップパネルからいくよねそうだな、よいしょとね、よいしょと、ここまでやった。なんかね、こうもうシャリシャリ動いてんだよね。でも分解した跡があるな、なんか。なるほど、これね、ピンでついた跡とかがあるから、どなたかが分解したんだろうね。ビスもすごくね、そんなに強く止まってないところがある。しかもこれ反対側にナット埋めてあるんだよな、すごいね、ものすごくしっかりした作りにはなってるけど、まあこのレシーバーの方っていうかフレーム側よりも、あ、1本長いね。これがね、ちょっとこれが不思議な感じなんだよな。外れる、あ、ねじって外れるけど微妙だなこれ。まあ分解した跡があるから、お、ネジね、そうか、でこいつが抜けてくるのか、貫通して中で締めてるってことね。面白い。まあ確かにピンより確実だわな。なるほど、これがコッキングするんだね、ここ1本だけで止まってるってこと。面白い、そういうことね。サイトは別に分解しなくてもいいか、下手に分解して壊しちゃうのも嫌だしね。でここビスは抜いてあるから、あ、なるほど、あとプラスドライバーが2本、2、3本出てきた、ネジが出てきたな。これはタッピングだよね、カラカラ言ってる原因が何なのかね。なるほど、ここだけちっちゃいね、これは忘れられない。ここだけちっちゃかったな。こんな感じで分解できるはずなんだけど、なんだけど、あ、できるね、ここはモナカだしね。できるできる。あとはこの辺だけど、あ、まあこのまま分解できそうだな、このままモナカ割っていこう。そうしたらバレルはね、片側にくっついてる感じ、よいしょと、ビヨンってビヨンってなったか、ビヨンってなった。おっと、なんかウェイトから謎の液がウェイトから謎の液が出てました。でカラカラ言ってたスプリングってこれでしょ。あー、なるほど、どういう構造になってんだろうな、どうやって押さえてたんだろう、こいつで押さえてた。あ、わかったわかった、このスプリングね、ここにかけてあったのが取れたんだね、きっと。なるほどなるほど、このピンダミーだね、ピン打ってないね、内側に置いてあるパーツ。あ、すげえ面白い構造だねこれ。なるほど、よっと、板バネが入ってて、この板バネのブルーイング綺麗だな、板バネがまあまあ入ってて、これがこう押してたので、こいつ用のピンはシャフトっていうのは別に打ってあって、で銃の表面に出てるこのピンダミーなの、面白いね。あ、なるほど、ここもねシャフトが入ってて、多分ここにこうなってたんだよね。なんでこれトリガーバーと、あ、分かりやすいね、トリガーバーと視野、視野のバリが気になるからバリは取ってやろう。でここはビス止めされてるから、これセーフティーかなんかかな、あ、そうだね、セーフティーだな。こいつは、あ、これ止め殺しだな。でメインスプリング太いね、
で、おお、すげえ、ピストン金属製、これなんだろう、アルミかなんかかな、すげえね、ピストンカップと、うん、シリンダーと、ここにこのネジ止め式のシャフトが通ってて、スライドでこれ引っ張るんだね。すげえ、これはすげえ、金属製のシリンダーだ、かっこいい。でこれがチャンバーかね、チャンバーは自動で落下するタイプで、こう、うん、なるほどね、はいはいはい、蓋がしてあって、バレルはただ突っ込んであるだけのタイプのバレルね、こうなってた。でここ、はあ、ここに入る、なるほどね、うーん、そういうことか。上から落とした BB 弾をこいつの前後でってこと、うーん、どうなんだろうね、機密マニアの僕としては。うん、機密マニアって人がいるかはどうかは分かんないけど、この黄色い部品って取れないのかな、取れるんであれば取りたいけど、なんか取れない、なんか取れないけど、どっか取れそうな気がするんだよな。うん、まあ無理に取らない方がいいか。で、特に初速をどうこうして何とかしようとかはまではちょっとね。でここまでで、じゃあ完全分解ができましたということで、とりあえず OK かな。メカニズム的にはすげえシンプルですよ。うん。ね。で、ちょっとね、この辺、オイル全くついてないんでね、グリスでちょっと磨いたり、パーツもね、磨いてやって、トリガーの不調の原因が分かったんで、ちょっとそこだけね、解説しときます。トリガーは、まあ、トリガーバーをこう動かすんだけど、トリガーリターンスプリングがね、このちょっと特殊な形のバネ、コーン型の、ここにこう入ってるんですよ。で、もう一つ、これ折れたプラスチックのピンなんだけど、見えるかな？ここのピンが折れちゃってるんですよ。これ。で、多分ね、ここにかけてあるだけなんだよな。この結構強いですよ、このスプリング。そこにこうかけてあって、トリガーを戻す働きをしてたみたいなんだけど、これ折れるよね絶対ね。うん、こうほらなってて、でこの辺でこう支えてるから、こうトリガーをね、こういう働きをするバネなんだけど、これ折れるね。これじゃあ、反対側見て気づいたんだけどさ、要はこのピンなんだけど、ピンっていうか、まあこれね、プラスチックの突起、これじゃあ折れちゃうな。でちょっとね、僕なりに解決策を見出そうと思って、まあ一応見出した。多分このスプリング、もうここのこっちが折れちゃった時点で使えないから、このぐらいの太さのスプリングね、詰め込んじゃおう、こうやってね、この辺でカットしてさ、そうするとほらね、どうせこれトリガー戻すだけのスプリングで他の役目ないから、うん、こんなんで多分十分だな。でこの辺何にも他に干渉するとこがないからね、これだってポン置きで入ってるだけだし、穴、ビス穴を邪魔しなければもうこれで完成するから、あとはテンションだよね、どのぐらい詰め込めばテンションが保てるのかをちょっといいところを探して、このスプリングカットしてね、うん、詰め込んで組んでいこうと思います。ただそれでね、バッチリ直ります。これを持ってて直したいよって人、まあいないかもしれないけど、ここのピン折れは泣かされると思うんでね、このぐらいのバネ、これなんかのエアソフトガンについてたやつなんだけど、うん、まあホームセンターとかで近しいバネ買ってきて詰め込めばね、多分快適に動くようになると思うんでね、うん、そんな改善方法です。バラバラな状態でちょっとやっておきたいことがあって、やりたいことがあって、要はこれメッキがくすんでるとこを軽く磨いてやろうと。で分解した状態の方が楽なんで、うん、もう僕はタミヤコンパウンドかなんかをちょっとくれて
軽く磨きます。あのメッキが剥がれるところまで磨いちゃうとまたあれですけどね。でピカールでもいいと思うけど、あのピカールだと本当メッキとか塗料とか剥がす力が強いと思うんで、コンパウンドぐらいがちょうどいいかなと。これはまず細めですね。細めでこんなやって目立たないところで試せばもうくすみがちゃんと落ちてくるんで、この辺くすんでるけどくすみはちゃんとこう落ちてくるんでね、こういいところまでこう軽く磨き込んでやって、おお、まあくすみが気になるようなところはだいぶもうスライドのエングレーブとかね、かなり綺麗にはなってると思うんだよな。しかしさ、当時のメッキって質感がいいんだよね。今のってなんかギラギラしてるだけな感じがしちゃってさ、うん、まあまあ好みの問題だけどね。とりあえず外観はこんな感じで磨いておきました。こんなポジションがいいかな。まあいいポジションをちょっと探して、よしと、これでとりあえず組んでみよう。こいつがいた、こいつ、こいつも飛びそうで怖いんだよな。うん、でね、一応ねトリガーもちゃんと持てるしね、うん、うん、いいね。これピンポンチでコッキングできるかな。あ、できる、うん、いいかもしんない、うんうん、いいね。はい、じゃあね、組み直ったんで気を取り直してねやっていきますか。外観からね、まずねエングレーブ非常に綺麗です。磨き直したらメッキはかなり輝いてきましたね。さて、じゃあ重量はね957g、 1キロ近くあるじゃないですか。でこの本来マガジンが入ってる位置には BB 弾のリザーブタンクね。リザーブタンクはまあ自重では落下しないなでリアサイトはこれ固定式だね。なんか調整できるような感じでもなかったし、うん、でねマガジンがねちょっと特徴的で、ここをこう開いてマガジンフォロワーを前にこうロックして、この状態で31発入れてくださいよと、うん、なんか、うん、大型な拳銃だからあれだけど、まあ、よくもまあバレルにマガジンを仕込んだなと、そんな感じです。こう入りますね。おお、トリガープル結構重いかもしれない。そうだ、トリガープルじゃあ測っていきますか。まーす、2.891、うん、2.822、3.208、平均で 2.982kg。 うん、まあそんなに数は測ってないけど 3kg ぐらいのトリガープルってこと？結構重いですトリガープル、うん、じゃあね初速をじゃあちょっと測っていきましょう。室温はね 19.2 度、湿度が 66% ね、よいしょと。でマガジンの温度は 22.3 度、だってマガジンここなんだもんまあガスガンでもないけどね。でじゃあ初速を測っていきましょう。 BB 弾はね東京マルイのベアリングバイオを使ってます。58.33、 はあ、はあ、62.56、 62.74、 ちょっと測れなかった、 62.77、 62.51、 62.86。なるほどね、60ちょっとの初速が出ると。はい、そしたらねこの千代田製作所のねウィルディ使ってお座敷シューティングやっていきましょうね。うん、お、うん、ほうほうほう、やっぱりバレルが長いだけあってサイトの癖をつかむとちゃんと当たるな。うん、ちょっとやっぱりサイトに癖があるんでね。ああ、でもこれよく当たる、たまに
たまに変なとこ打つな。うん。うん。うん。こんな感じかな。うん、結構よく当たってると思います。はい、いかがだったですかね。千代田製作所、千代田のね、ウィルディ、スーパーマグナムね、ウィンチェスター、ウィンチェスターっぽいですよね、こういうエングレーブとかね。うん、メッキもね、あの輝きをこう取り戻したし本当だ、綺麗になった。うん、かっこいい。これだもんね、迫力あるよね、やっぱり。うん、ハンマーないけどねうん、いやいや、でもね、このトリガーの、うんうん、このトリガー戻ってよかったな。うん、壊れて中でカラカラ言ってた時にはどうしようかと思ったもので、ね、せっかくハイズさんに品物提供してもらって、うん、レビューしてみますよって言った途端、ここね、いきなりなんかカラカラ言ってるもんだから、ちょっとびっくりしたんだけど、うん、それもね、無事に治ったし、初速もそれなりの初速が出てたし、メッキもね、これだけキラキラになればいいんじゃねえかな。うん、かっこいいよね。うん、ということ、うん、すごく重量感があるし、多分ね、そんなに値が張らずに手に入るかもしれないですよ。ちょっとジャンクなんて、トリガーが戻りませんとかね、打てませんはあるかどうかわかんないけど、トリガーが戻りません程度のジャンクだったら、あのパカッと割って直っちゃうこともあります。これはよ、本当良かった。うん、ただ僕んとこに来た時は、あのピンね、プラスチックのピンは折れてなかったと思うんですよ。初めに開封した時ちゃんと打てたもんね。うん、なんでね、あのプラスチックのその経年の劣化にはかなわないけど、うん、でもね、なんとかする方法もあったりするんでね、まあどうしようもない破損もあるけどさ、まあなんとか治ってよかったよ、ほんと。うん、そんな感じですね、この昭和の名銃シリーズ。昭和の名銃っていうか、昭和の名トイガンシリーズね。うん、かっこいいもんね。すごいよ、ほら。こういう角度がかっこいいんじゃない怖いな、なんかな。武器なんだけどさ、なんか剣みたい。ね、こんな感じです。今日の動画はね、これでおしまいです。ハイズーさん、物資の提供ありがとうございました。うん。ね、とても素晴らしいひとときを過ごせました。うん。ということでね、また別な動画で会いましょう。バイナラ、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 バイナラ。キラキラです